感じがあるんだけど、M2 はその中で結構あれスピードを狙ったんですよね。なるほどね。あの、一時期は結構アメリカとかでも、ね、飛んでいましたよね。もうだいぶ古い飛行機になってしまって、だいぶ少し。あの結構こういった飛行機で、はい、見ると、なんかほっこりしますよね。ああ、なるほどね。そうですね、あの、スピードを出すためには、こういう面があるといって、一方でね、7号機がジャンボであるとか、A38 であるとか、相当なあの数の飛行機を知られて、で、地域は日本国内でも非常にいいですね。そのエンジンは日本ではまだ作れない。やっと作りできるかなということで、あの試験とか始まっているとは思うんですけども、まあ、そのエンジンをつけて、機体は F2 の実績があるのでできる。